今日の運試し。どうもこんにちは。そろそろ突じゃなくて MS 戦やっていきたいオンドレアスです。でも今週マップきついので先週のステージから引っ張ってきました。デッキがこちら、初動のケンプファーに安心のザク、そして初登場のイベント期待オリジンザクにですね。出た当初はスペックが見た感じヤバそうなのでぶっ壊れの呼び声も高かったですが、今はもう絶滅してる。そんな期待。初動は南から出ましたが、地上から進軍して数字拠点の6取り、北の突組が死に戻り突できるようにですね。このマップはお座りゲロビが大量繁殖して若干やべえ感じにはなっていますが、それでもまだガンオンのマップの中ではマシな方かなと思いますね。圧倒的足回りで戦闘、ショットガンの修正が DP ではなく火力情報修正だったら、ケンプファーも突期待として返り咲いてたんですけどね。袖付き草が320コストにしてケンプファーと同じショットガン持ってますが、それでもビームマシンガンとどっちを持つか悩むレベルの武装。前段安定して当てれる武器でもないし、やはり一瞬でよろけまで持っていけるタンミサとかと比べちゃいますね。さて、疾患の指示通りしっかり6拠点を制圧して味方の際は気に備えましょう。あ、なんかいますね。おーおーおー、危ねえ、助かった。タンミサを持っている340コスト無用機体のサブ武器ですらこのよろけさせ速度、ショットガン M を3回ヒットさせる余裕なんてないんだよね。この武器はやっぱ360コストの武器じゃないわ。というか無用機体で中距離戦のパラスアテネも強いし、近距離ならマーク5強いし、ガンオンってもしかして無課金に優しいゲームなのでは。サクラン味方詰まってるけどこれ防衛少ないしいけるのでは。地雷ありそうだから注意よう。恐る恐る、やっぱあるよねー。瞬間ダメージならそこそこアウト。アーマーがガガガ、もう一回いけるか。ケンプの機動力なら、おーおおおおガンオンって感じ。配信に選ばれし特製ロケ種だと思っている時期が私にもありましたな。ザクニシー型チャージバズーカがびっくりするぐらい集団が悪く弾速が遅いので予想を二回り超えて5癖のある武器なんですよね。この機体を強いという人は大体ガトリングが強いって言うんで、まあガトリング機体で戦うならわざわざこの足回り劣悪な機体じゃなくてもっといいのがいるんですよねー。無料で3がまずいですね。これはチャージバズ B さんが輝く時なのでは。爆風狭いから狙いすましてドーン。いやー恒例のガーカスクイで時間稼ぎ。まあ続3期いるからそんなに稼がなくていいんですけどねー。何格闘プログラムで気持ちよくなろうとしてんだ。気持ちよくなるのは俺だけでいいんだよ。上で拠点踏まれてますね。ここは踏ん張りたいところ。まずはバズをわざと外してビビらせてからのセキリブッハー。危ねえ、追撃来なくてよかった。ああしかし拠点がまずいですよ。これは 11 の予感。ジッハー使いやすいカッスバズ角。あれガーカッスが一番活躍してるような。今のカッスならフルアーマーダブルデータも凌駕するのではですよねー。ガンオン甘くない。そろそろザク C 型のいいところ見せちゃおうかな。ザク C 型のバズーカは M 型となっております。というのも F 型だとあまりにも、口にするのもおぞましいほど集団が悪いからですね。ワンチャン固定砲台にも当たらないぐらいの勢いなんですよねー。この距離なら、銃撃でも瞬殺。ただ本気で格闘の距離ぐらいまで詰めないと直撃見込めないのがやばい。これは集団だけじゃなくて弾速も大きく関わっていると思うのですが、このダブルデータやれるか。安いコストだ。やるしかねえ。芋畑ごきり。いやもうほんと全然だわ。格闘振った方がアバババババー。そういえば先週の不具合修正内容でこういった修正が入ったのですが、まあ要はチャージしたら弾速アップするって書いてたのに変わらないからチャージしても弾速変わらないって書き直しました。って意味だと思うんですが、
通に有料5人なんでテキストじゃなくて弾速修正しなさいよと思いますね。やっぱりザク F10 は安定感が違う。ザク 2C 型のチャーバズはまず狙ったところに行かない時点で、運要素が絡むためストレスマッハなので使ってても楽しくないですね。狙ったところに行かないっていう時点で練習すれば使えるようになるとかでもないことがわかるので、なおさら使い込む気も起きない武器って感じ。戦局は負けてますがラインは押せてるので全然弱点ありますね。これが本当のチャーバズなんだよな。多分さっき同じタイミングで C 型のバズ撃っても倒せてないです。こういう戦闘になるとやたらグレネードが強いのでこのステージではマシンガンよりグレネードがおすすめ。高速投擲があるとなお、ああ、もうちょい粘れると思ったけどな。ライン押せてるけど、あと一押しが足りないって感じですね。このケンプファーが切り開いて死んでよう。いやーすっかり雪合戦ですな。前がダメなら横からってね。シスルームで多用削れてるわず、押して参る。ショットガン。はい。今更ですが今回のデッキ結構マゾつけ高いですね。はい、お待ちかねのチャーバズチャンス、やっていきたいと思います。ベストタイミング。完全に捉えた。ゴミ。すいません、言い過ぎました。いや、やっぱゴミ武器。ゴミ。マスチケ返してゴミ。シュータマと弾速やばすぎるわ。これで犬型やでゴミ。これはクエス動画並みにストレスマッハ猛攻交代期待ですね。いやーマジで機体強化と武器強化にマスチケ56枚も入れちゃったの後悔してるは。チャーバズの威力見た時にテイコスアトミックだと確信しちゃったんですよね。まさかハイパーストレス猛攻絶滅が打てば強い定期機体だとは思わなんだ。今度からは必ず実戦で使ってからマスチケ使おう。今回 F10 入れてなかったら地獄見てたかもな。しかも何がやばいって多分このステージが一番 C 型に向いてるステージなんですよね。F10 が300コストなんじゃないかと錯覚してしまうわ。C 型の動画のワズが F10 の動画になってしまっていますが同じザクやしばれへんやろ。ちょっと暗示かけますねー。こいつは C 型、こいつは C 型、こいつは C 型、こいつは C 型。といったところで引き続き C 型くんの雪合戦を楽しみください。そろそろゼータやれそうですね。以上、フルアーマーはラメー。一気に来たなー、疲れちゃいましたね。C 型の無念は C 型で晴らす。いい感じにターゲティングされてますね。チャーバズチャンス、壁裏にいるのはバレてんだよー。当たれー。単にさなみの有効距離、ナイス味方は助かり申す。意地でもチャーバズで倒したい。この距離なら、範囲でもない動画とは優秀。ガトリングは強い定期。ガトリング強くてもなぁなんだろう。格闘のないフレピクというか、壺のないマクベというか、なんというか。あ。いやー弾速遅いの分かってるからためらってしまう。ガト撃った、破壊光線入りましたー。ナイスー。でもこれいけるかな。やったぜ。この命で拠点ボコにしちゃうよー。拠点もボコれる番。一回だけでいいからチャーバズのいいところ見てみたい。ライン押し込みすぎてる今ならワンチャンあるのでは。オンドレアス、行きまーす。N 型といえどもロケ種の最大強化の威力たるや29,948、震えて眠れこの野郎。全然当たってねー。ゴミ。ゴミすぎー。なんじゃこの武器いい。ああ。やったぜ、1キル。からの内蔵ガトリング。マガジンも安心の30パット大容量。ああ、やっぱガトリングいいっすねー、定期。戦局は C 型の活躍もあって良い感じに逆転しましたね。せっかくレンドカラーなんでこの隠密色を活かした戦法やっていきましょうかね。ビビったら負けなんだよなー。潜入成功。固定砲台モード開始します。はい、これが革新で新しく実装された固定砲台モードですね。こうやってクリアリングの大事さを教え込んでいくわけですよ。バレてない。あかん、バレた。ジムが俗に勝てるものか。これが、俗 C 型の力。ダメ押しの拠点とついっときますか。こういう一瞬で溶かされる場所では割とありな、ケンプくん。2回目のシスルム大群。
あーなんかシュプルムがめっちゃ当てやすく感じる。このままでいいのか C 型、男を見せろ。おおお、これがラストチャンス。これがザクの、いや、C 型の力。はい、まあ今回はザク C 型の固定砲台だとか、ザク C 型のシュプルムハリケーンとかお見せして、ザク C 型の素晴らしさはお伝えできたかと思いますね。それでは今回はこの辺で、